さあ続きまして、山田俊夫様、豊田真奈美様お願いいたします。そして、30周年を迎えた井上京子選手から皆様に、プレゼントでございます。ワールド女子プロレスティアナ全選手で、リング上からベネサイ持ち巻きでございます。井上京子デビュー30周年記念後楽園ワンデータッグトーナメント選手入場式を行います。それでは選手を代表いたしまして、合計キャリアの一番少ない合計キャリア12年サリー井岡匠組による選手宣誓でございます。井上京子選手30周年おめでとうございます。記念すべき日にタッグトーナメントに自分たちが出場するのですが、どっからどう見ても、まあ、自分たちが若いし勢いもあると思います。そうですね、女子プロ界の頂点を今目指しているいろは組とサリーが必ず優勝します。Thank you.
Thank you.
このようにして10分時間で引き分け、10分時間で引き分け、大会規定によりまして、キャリアの合計年数が少ない青コーナー、野田君の佐藤綾子に勝利、準決勝進出でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。
ート。試合時間5分経過、残り試合時間5分。10分経過。
時間切れ引き分け、10分時間切れ引き分けでございます。大会規定によりまして、キャリア合計年数の短い2人、井ノ原拓実に準決勝進出でございます。
分時間切れ引き分けでございます。処分時間切れ引き分け、大会規定によりまして、キャリア60年、
Thank you.
勝者長津川千佳よ。青野さんとは同期だけど、今まで全く接点もなく来たんだけど、私が最初にフリーになった時に、青野さんが声をかけてくれました。そこで PRL として一緒にやってきたんですけど、ここでも私は裏切られ、試合に負けてもないのにクライシスに入れられ、経験者になっております。だけどまあフリーになってあんたが声をかけてくれなかったら、私はこのリングにも上がってないし。そうだぞ、そうだぞ。何ですか謙虚もね。あんたもやれちゃうってことで、まあもう私は負けっぱなしで、クライシスにでも仕方ないんで、一回リセットします。おー、そして、出会った期間も短かったけど、最後私を選んでくれてありがとうございました。それではただいまから青野圭吾選手引退セレモニーを行います。プロレス映画のジュニアホールドがいます。ありがとうございます。
どいことの方が多かったんですが、今日この空気を見てプロレスやってよかったなと思いました。先輩後輩同期スタッフの皆さん、両親家族友人、そして今日来てくださったファンの皆さん、23年どうもありがとうございました。それでは青の稽古選手を送ります。転換のゴングでございます。ために今まで一番いいコンディションを作ろうと思ってトレーニングしてきたんですけど、やっぱり最後まで長嶋に勝つことはなく、それが結果が全てなのかなと思うんですけど、その分なんか得たものもあったし幸せでした。一番いい時代というか、はい、楽しかった時代というか、楽しかった時代、キルナイアサさんとタッグ組んで、優勝して、キルナイアさんからホール取ってっていう時代が一番体も調子も良くて楽しかったですね。 LL の最後の方というか楽しかったですね。あと体調が一番良かったのはやっぱり J に入って、マスク脱いで J に入ってバチバチやってたんで、容赦なくやってたんで、その時今思えば若かったなと思って充実して楽しかったですね。はい。一番思い出に残る試合ってはどれだろう。旗揚げ戦でやるの、旗揚げ戦ですかね。ああそう、はい、吉田さんとやったんですけど、やっぱりその試合は一番思い出に残ってますね。今は本当にいろいろ団体を渡り歩いて、その団体に呼んでいただいて悔いなく試合ができて、震災があって旗揚げが伸びて、それでもみんなでやろうってなってデアナ旗揚げして、デアナになってから本名に戻して新規点というか、もうラストスパートに入ってたんで、自分の中ではその中でやっぱり京子さんは自分の中で一番尊敬する先輩だったんで、京子さんの元でプロレスができて幸せでした。なんか恩返ししたいですね、これからは。
試合時間5分経過、5分経過、残り試合時間5分。
から渡る触る。Thank you.
経過、5分経過、残り試合時間5分。本当に応援してくれた皆の
おかげでそれだけしかないです。あと何年できるか分かりませんけれども本当にプロレスは坂本君の一緒に話したんだけど、答えがないよねと、1たす1は2じゃないよね、国語だよねなんて話をしてて、いろんな答えがいっぱいあって、これから答えは出ないかもしれないけど、それを追求しながら31年、32年やっていけたらいいね。今日は本当に本当に皆さんどうもありがとうございました。まずは今日のトーナメントいかがだったでしょうか。そうですね、まあ、絶対優勝してやると思って、まあ、挑んだんですけども、まあ、こういう結果になってしまって、まあ、7月22日に京子さんからシングルのベルト取ったにもかかわらず、こうやって負けてしまったことは本当に情けないなと思うし、あと一歩やっぱどんな時でもやっぱ勝てないと、まあ、本物のチャンピオンで言えないなって、本当にこのベルト取ってから本当にいろんな、なんか取る前とはやっぱ違った思いとか、このベルトの重みとか本当にたくさん今受けてるんですけども、まあそこに負けずに自分なら絶対女子プロ界に頂点いけると一番自分が信じてるので、はい、今日の負けはまずちゃんとしっかり認めてまた次に進みたいなと思います。今日組んだいろは選手、本当に組む前まではやっぱライバルだし当たりたいなってやっぱ思ったんですけども、こうやって今日組んでみて本当に心強かったし、まあ、自分もまだまだだなって本当に思ったので、まあ、これからもライバルとして、まあ、組んだ時は仲間でも当たったらバッチバチにやり合っていきたいなと改めて今日組んでみて思いました。でも女子プロ界の頂点は本当に一人でいいと思ってるので、自分が必ず上り詰めます。たくさんのお客さんが来てくれて、本当に嬉しかったです。そして今日本当にもう冗談で、もし負けたら全世界につこうかななんて言ってたんですけども、最後までリングに立っていられてよかったです。先週高子の30周年がありましたけど、10年前の10月10日後楽園ホールで、高子とデビュー戦して、30年経つわけですけれども、30周年、そして今日この30年経って、お疲れ様、本当に元気で、こんな大勢のファンの皆さんの前で試合ができて本当に幸せです。リングの前でも言いましたけど、何年できるか分かりませんけれども、頑張ってやれるところまでやりたいと思います。今日は本当にありがとうございました。今日の3試合振り返ってみていかがでしょうか。実は2試合目3試合は全くその想像ができないわけじゃないですか。とりあえず高子と1試合目だけをどう突破しようかっていうところだったので、もう1試合目突破したらもうノリでっていうか、もう流れでいくしかないなと思ってたんで、その試合終わってから決勝まで行ってくださいねっていうこと、言葉とか優勝してくださいねっていう言葉、そうやっぱ嬉しかったですね。あと何よりも本当に、30年間応援してくださったファンの方に本当に感謝しかないです。ありがとうございました。たくさんのご来場いただきありがとうございます。ただいまよりワールド女子プロレスディアナ
10月7日後楽園ホール井上京子デビュー30周年記念並びに青野恵子引退大会の記者会見を行います。まずはじめに選手代表をいたしまして井上京子選手にご挨拶をいただきます。皆さん、お忙しい中本当にたくさん来ていただいてありがとうございます。私井上京子は、今年デビュー30周年目を迎えることができそうです。この30周年に、10月7日後楽園ホール12時から、記念の大会を開くことになりました。それでは会見をさせていただきます。自分は全場、ネオディアナと3団体で今来ましたけれども、このオファーさせていただいたのは井上京子と、少しでも、プロレス用語で言うと絡んだ人たちにオファーをかけさせていただきました。少しでもこう今までのこう井上京子の30周年を振り返って、そして未来につなげられるような大会になればいいなと思っております。ワンデータックトーナメントなので、みんながワクワクするような、タッグチームを選んだつもりでいます。そしてこの日は、自分たちのディアの仲間、青野恵子選手が引退となってますけれども、そちらのセレモニーも行うことにします。本日はよろしくお願いします。はじめに10月7日引退が決まっております。青野恵子選手リング上へお願いいたします。すでに発表されております青野恵子引退試合、青野恵子 VS 長嶋千佳代、本日長嶋選手が都合により欠席のためこちらの方でコメントをいただいておりますので、私の方で代読させていただきます。今回青野選手の引退試合の相手に選んでいただきまして光栄に思います。ただ正直本人にも何度か伝えましたが、最後の相手が本当に私でいいのかという思いがありました。青野選手との交流が始まったのは私がフリーになったからで、昔の青野選手と同期ではありますが、私はあまり知りません。向こうもそうだと思います。青野選手がどういう思いで私を引退式の相手に選んでくれたのか私は分かりませんが、プロレス最後の試合相手ということでそれなりのプレッシャーは感じています。でも最後だからといって同情を買うような試合をするつもりはありません。最後のプロレスリングの相手としてきっちり送り出せればと思っています。長嶋千佳代選手からのコメントでございました。ありがとうございます。続きまして青野恵子選手、このコメントを受けまして一言お願いいたします。はい、そうですね、団体もデビューした団体も違うので、正直新人の、デビューした団体も全く違うし、交流も全くなくて、接点が本当になかったので、長嶋が言うように新人の時は何も知りません。ただディアナで暴走軍を組んでいる時に自分が誘いました。でも自分が勝手に抜けてしまって、そこからなんとなくなんかやり残した感がずっと残ってて、でもスタッグ組めば言わなくてもパッて見たら分かるっていうか、それぐらいちょっと似てるところとか考えが似てるところがあって、すごい楽しくてもう一度当たりたいなっていうところどころがありました。なので最後は長嶋しかいないと思ってお願いしました。ありがとうございました。それでは、また質疑応答に移らせていただきたいと思います。ご質問のある方は、挙手の方をお願いいたします。はい、引退が迫ってきましたけれど、今の心境はいかがでしょうか。そうですね、もう引退ロードに入って一試合一試合こなして、気づいたのかあと3試合とかなんですけど、全く実感がなく、体調もいいので本当に時間がありません。まあ、23年やってきましたので、本当に最後は引退試合らしくない、いい意味で
まだできるって思わせたいと思います。それでは続きまして、井上京子デビュー30周年記念ワンデータクトーナメント抽選会を行います。マナミ組 VS 佐藤綾子ブレイジングウェーブ野崎渚でございます。どうぞ4選手前の方にお願いいたします。はい、勝マナミ選手の方から一言ずつ、はい、いただきたいと思います。このような、タッグトーナメントにご一緒さんと一緒に参加させていただける機会をいただけて本当に光栄だと思っております。この機会をですね、最大限に生かしてピュア J 女子プロレス、そして勝真奈美を思う存分アピールして優勝を狙いたいと思っています。ピュア J 女子プロレスの応援をよろしくお願いいたします。とても京子さんらしくはちゃめちゃなトーナメントになりそうで、はい、まあ、すごい楽しみです。もちろん出るからには、優勝を目指して頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。ディアナタッグチャンピオンの佐藤綾子です。今回ジャガーさんと組んで、トーナメント出たいなとは思ってたんですが、まあ、今回野崎渚選手、まあ掘り起こしてみればディアナの旗揚げメンバーで、同じ釜の飯を食った、まあ、仲間でなんかあとなんかコスチュームがどこのチームよりもタッグっぽい、同じ色のコスチューム着てて今日こうやってはい、コミュニケーションを取りつつチームワークを当日まで磨いていきたいと思ってます。よろしくお願いします。お酒ありがとうございます。ゼロじゃない。本当最初にまず、このディアナのリングに上がるということはもう私の中ではもうないのかなと思っていたので、今回オファーをいただいて本当にびっくりしたのと、まあ、井上京子選手のデビュー30周年記念のトーナメントということで、断る理由もなく今回出させていただきました。京子さん30周年おめでとうございます。そして出させていただきありがとうございます。本当コスチュームの色が一緒っていうのと、まあ、差し入れもいただいたので本当に即席ではあると思うんですけど、出るからには優勝して、野崎渚をディアナに出してよかったと皆さんに思っていただけるように頑張りたいと思います。いただきます。
続きまして第2試合トーナメント1回戦はサニーマーベラスイロハ匠組 VS プロレスリングウェーブ大岡由美宮崎由紀組でございます。どうぞ4選手前の方にお願いいたします。また宮崎由紀選手でございますが、所用のため本日欠席ということでこちらの方にコメントをいただいております。そちらの方を代読させていただきます。皆さんこんにちは、宮崎由紀です。京子さん30周年おめでとうございます。大事な大会に出場できることを心から感謝しております。本日は出席できずすいません。私は今回のトーナメントは京子さんと試合することしか考えていません。なので京子さん絶対に負けないでください。私たちオーバーさんも負けません。宮崎由紀。以上宮崎選手からのコメントでございました。井上京子選手の30周年記念興行に出場させていただくこと本当感謝しています。今回サリー選手とタッグを組むんですけども、正直なんか横にいるのが違和感ですね。正直、ライバル関係でもあるので、仲良くタッグを組むっていうわけではないんですけども、個々の力があると思っているので、そこをちゃんと活かしていけば必ず優勝できると思います。よろしくお願いします。京子さんの、記念すべき30周年の記念の大会だとは思うんですけども、そんなの関係なく、ディアナのシングルチャンピオンのサリーが、このタッグトーナメントを必ず優勝して、優勝して自分が締めたいなと思います。いろは匠選手は、ライバルなんですけども、組むって聞いた時、当たりたいなとは、正直思ったんですけど、でも、2人が組むからには、どこからどう見ても自分たちが、キャリアも若いですし、その若さを生かして必ず優勝したいと思います。自信満々です。よろしくお願いします。プロレスリングウェーブの岡由美です。今回は宮崎選手と組んでオーバーサンでこのトーナメントを出させていただきます。なんと1回戦で宮崎さんの大好物ないろは匠と対戦できることと、そしてとても宮崎さんの得意技である恥ずかし固めの掛け、掛けやすいというか掛けがえのあるサリー選手と対戦できること、多分宮崎さんはすごく喜んでいると思いますので、これはすぐに報告したいと思います。そしてこのトーナメントで勝ち上がって宮崎さんが当たりたいと言ってる、京子さんのチームと対戦して一勝できたらなと思っております。こちら、もう一回お願いします。それでは第3試合トーナメント1回戦、井上京子 LLPWX 井上貴子組 VS ジャガーヨーダ LLPWX 神取忍組。どうぞ4選手前の方にお願いいたします。4選手、まず神取選手の方から一言ずつお願いいたします。まず、井上京子選手30周年おめでとうございます。今回はですね、この30周年ダブル井上のその30周年のその相手ができるということと、ジャガーさんとは初めて組むというっていうで、ダブル井上と戦うのも初めてなので、今日は今回その30周年のワクワクする大会 で自分自身もこういうカードを組む、この突然のカードでちょっとワクワクしているところです。やっぱりね、このキャリア合計73年ってすごいんだけど、やっぱりさ、その世代の人たちにもやっぱ夢を見せたいよね。そういった夢を見せるような、試合をしていきたいと思います。最初からこの相手とはね、くじ運強いね。びっくりした。ちょっと遅れてきたらもうみたいな。でもこの2人を突破すれば優勝するだろうと思いますので、基本的に勝ち急ぐのはプロレスラーとしては良くないなと思うんですが、10分という限られた時間では勝ち急がなければ負けてしまう、引き分けをしたら私は負けてしまうので、
申し訳ないけれども勝ち急がしていただきます。まあ私がね足して73年、これがやっぱり優勝するっていうのはね、いやすごいことですよ。花は添えてあげたいけど30周年、これは勝負の世界は申し訳ないけど、はい、私いただきます。井上京子選手デビュー30周年おめでとうございます。一緒にデビューして30周年になりますが、このタッグはもう昔から世界の宇宙のダブル井上なので、優勝しないわけがない。でここでこの、1回戦は負けなければ勝つってことですよね。そう引き分けでも勝つってことですね、はい、ああそっか、はい、ああそうか、さっきルールを分かってない相手がいるのでこれはもう結構有利だなと思います。頑張ります。井上尚弥選手デビュー30周年おめでとうございます。井上尚弥の30周年の中でやっぱダブル井上というのはすごくもう半分以上もうすごく自分のダブル井上の幅がプロレスの中で一番大きいと思います。ダブル井上では今までほとんど本当に1回か2回ぐらいしか負けたことがないです。ダブル井上は必ずタッグでは勝ってるので、すみません先輩と当たることになってしまいましたが、3回目の負けだよ。もう初の最後1、2、3回、優勝まで3試合することになると思います。そして必ず最後はダブル井上が優勝します。頑張ります。お願いします。はい、それで第4試合トーナメント1回戦フリー堀田由美子ビギニング有田姫香組 VS 伊藤薫マーベラス渡辺智子組、どうぞ4選手前の方にお願いいたします。伊藤豆も、8日にデビュー29周年を迎えるんですけど、そうですね、多分お客さんが見たいのは伊藤豆対ダブル井上さん、これ必ず見たいと思うので、まあ、1回戦は、余裕で勝ちたいと思います。そして申し訳ないですけど、伊藤豆優勝を目指して頑張ります。この大会に、参戦できてとても嬉しいです。あれですか、若いキャリアの人たちは10分どうなったら引き分けってこと、あ、勝ちになるんですか。あ、本当そんな気でしたね。そうですね。キャリアの高いのにね、よかったですね。次の日の8日の日に私たちデビュー記念日なので2周年なので、優勝を目指して前夜祭ということで、前日祭ということで、頑張っていきます。よろしくお願いします。ですね、私がこの有田姫香という選手を指名したのは、まあ、ストレスガールズを今プレイマネージャーとして関わっていて、その中でも一番プロレスラー的な体を持っている有田姫香に、こういう強豪のレジェンドたち、そして今注目されている選手の中でこう試合をして、はい、体で学んでもらいたいなというのがあり、まあ、全然まだ未完なんですが、ちょっと勉強してもらいたいなという気持ちで、指名をさせてもらいました。でもね、とんでもないところに引いてくれてありがとうね。だけどよく考えたら、10分1本勝負、そして、ね、引き分けになればキャリア低い、一番低い34年という、私は姫香のこのデビュー9ヶ月の人に救われたなと、はい、そうなるとこっちのこういうカードに入って私たちいけんじゃねえのっていう、あと10分をさ耐えればいいんだ、あんたが10分ホール取られなければいいんだから、もうそういう勝つとかじゃなくてその手を使おう、だから絶対ホール取られない、私もカットカットカット言うからね、それを抜けば絶対に私たちがこう上がれるんだからさね、で決勝行って、はい、ね、誰でもいいんで、ね、そこも、ね、気持ちで頑張っていきましょう。はい、こうしたすごいタッグトーナメントにデビュー9ヶ月の私が来させていただくことが未だに信じれないというか、
驚きなんですけども、さっき堀田さんが言ってくださった通り、勝ちたいっていう気持ちはあるんですけども、私が10分間耐えた方が勝ちが見えるのかなと思うので、なんとかこらえて10分間耐えようと思います。頑張ります。はい、いきます。はい、もう一回いきます。はい、準備します。はい、あ、こちらお願いします。